前回のあらすじ。あ、考えろ、考えるんだ天才。いや、やばい、なんかとんでもないものを持ち出した。の、脳みそをぐるぐる回転させるんだ天才。お前ならできる？頑張れ天才、負けるな天才。あ、そうだ、あれならいけるかもしれない。よーし。か、かいむ。これを見ろー。バーベーン。アイハーバーボー。リンゴだー。バーベーン。さあ、反撃される番だ。はぁはっはっはぁ。どうだカイム、苦しいか？苦しいよね。土下座するなら助けてあげないこともないけど、どうする？って、え？なんでカイムケロッとしてるの？辛くないの？いや、さすがに映像だけとか、慣れるでしょ。そっかそっかー、慣れちゃうかー、そっかー、はっはっはー、誰か助けてください、お願いしまーす。じゃー、ビーランとのメニャー、ビーターン。いやー、すっきりした。バカのくせに私に歯向かおうとするからだよ。さてと、じゃあ次はマリサさんのところに行こうかな？あ、それとも私の愛しの方と同じフードをかぶってるクソ野郎のところに行こうかな？よし、緑虫のところに行こう。助かった。死んだふりしてなかったら息の根止められてたよ。このままじゃ全員やられちゃう。なんとかしないと。どこかにリンゴ落ちてないかな？あれ？私って、リンゴに似てるんじゃね？そうだー、これでカイムを倒せる。よーし、行くぞー。よーん。あはははー。よし、これで緑虫も倒したし、あとはマリサさんだけだね。あ、ゆかりどうしようかな？まあいいや、とりあえずマリサさんのところに行きましょう。マリサさーん、遊びましょう。カイム、とうとう来たな。えへ。完全に狂ってやがる。さあマリサさん、最後に言い残すことはありますか？カイム、これを見ろー。いやー、リンゴ、怖いよー。やったー、カイムを倒したぞー。これでこの世界に平和が訪れます。いやー、よかったよかった。あれ、マリサ、なんで帰っちゃったの？ねえねえ、マリサ。いやー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。